はいです。今回ですけども、今回の動画は今のね、状態を言うと、ちょっとお風呂上がりで、でね、今の時刻が2時37分。これは深夜の2時で、どういう動画かっていうとね、まあサムネタイトルの通り、またね、美容院行きたいと思います。はい、撮影早くねって思うと思うんですよ、深夜2時で。まあこのオープニングはね、まあ、先に撮って、まあまたね、そのそっからね、朝から撮ろうかなと思うんですけど、今回は美容院に行く1日をねお届けしたいなと思ってて、前回こちらの動画でね、1ヶ月前ぐらいにパーマをかけて、でね、結構それ好評で、まあ実際もう今お風呂上がったぐらいなんでちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあめっちゃ完璧に撮れたっていうよりかは、ちょっと地味に撮れかけてきてるなっていう風に思ってて、やっぱりね、パーマって長く続く人と長く続かない人がやっぱいるじゃないですか。僕そっちの後者の方で、長く続かない方で、まあそもそもかかりにくいようなタイプだったんで、まあかかったとしてももうすぐ取れちゃうかなと思って、まあ別に人生経験というか、まあ一回はパーマかけようかなと思って、まあかけたんですけど、ちょっとね、その時はね、毛量も減らさなかったんですね。あんまり減らさなかって、ちょっとね、もうだいぶ毛量もえぐいことになってきてて、結構もうロン毛みたいな感じになってるから、ちょっとね、ロン毛をちょっと卒業しようかなっていう風に思います。ちょっとね、もうバッサリ髪切ろうかなと思ってて、なんかめちゃくちゃイメチェンっていうほどでは多分今回はないと思うんですけど、まあ、前回はパーマをかけて、まあ、イメチェンっていう感じだと思うんですけど、今回はちょっともう毛量も減らして、多分もうパッと見髪切ってるでしょっていう分かりやすいぐらいに、ちょっともう髪を切ろうかなっていう風に今思ってて、でもうね、実際予約できたんで、そのね、これは前日なんで今撮ってるんですけど、そうだから、まあ美容院行くために実家にも帰ってきて、そうだ、やばくね、長いよね。でなんかこれね、まあ、髪を切ろうっていうきっかけも、前から切りたいなっていうのも、まあ思ってて、若干で思ってたんだけど、これもう決め手のラスト一手があって、まあこれめちゃくちゃしょうもないというか、こんなことで最後の決め手の一手ってなると思うんだけど、僕ね、移動中とか、まあ結構 AirPods つけるんですね。その時にイヤホンつけるじゃないですか。まあ何でもいいんですけど、イヤホンだったら髪が邪魔なんですよ、イヤホンつける時に。髪もういちいちなんかこういう風にやんなきゃいけないから、なんか邪魔で邪魔でもさくて、だからもうこれもう邪魔だわと思って、ストレスになるなと思って、でもこれはもう普通にもう前から切りたいなと思ったし、じゃあもういいや、もう切っちゃおうと思って、これがもう最終的な最後の一手で、切ろうかなと思ったんですけど、なかなかいないでしょ、このイヤホンのつける作業でもう髪切ろうっていう最後の一手になる人って、なかなかいないと思うんですけど、本当にこれで、本当にラストの一手がこれで、まあ今回はそういう感じで、まあ、髪を切りに行く、美容院に行く一日ということで、このオープニング終わったらちょっと僕一回寝ます。体力もね、学んだんでね、前ね、やりすぎるとというか追い込みすぎると後からガタくるっていうのをね、一回学んだんで、もうちょっとこの後寝て、明日朝11時から美容院なんで、11時だから着くようにしっかり起きて、で起きたらまたカメラ回してとか、ご飯食って着替えて美容院にね行くっていう感じで行きたいと思うんで、で最終的に髪切った状態でそれを公開して、まあそんな感じでね、まあ今回は動画締めて終わろうかなって思います。そうですね、本当に前髪もそう、こういう風になって邪魔なんですよね、やっぱり。今真ん中で分けてるんですけど、なんかコメントでもマッシュみたいな感じもしてみてくださいみたいなことも言われたりしてて、マッシュもいいなと思ったんだけど、結構僕前までマッシュだったんだよね、ずっと高校生ぐらいまではずっとマッシュだったんだけど、大学生ぐらいになってマッシュ飽きて、こういう風に分けるようになって、そっからずっと分けたりしてたんですけど、久しぶりにマッシュもしようかなっていう風にちょっと思ったんですけど、でもね、なんか今もうこれで慣れてきちゃったんだよね。あとこの毛量じゃマッシュができないというか、まあ、できるんですけど、セットすればあんまりちょっと目にかかるのが僕あんまり好きじゃないんで、この毛量じゃちょっとできないなと思ったんでやってなかったんですけど、まあ、ちょっとね、そのずっとねこうやってセンターパートより、動画によってはマッシュとか、動画によってはセンターパート、動画によってはこれっていうね、いろんなパターンで髪型もねやっていけば、ちょっと見え方も変わったり面白いかなと思うんで、まあ、そういうことで、ね、できるように、まあ、ちょっとね毛量をとりあえずじゃ減らそうということ、あと長さもねちょっと切ろうということで、病院にね行こうっていう感じですね。じゃあね、そんな感じでね、もうねちょっと眠さもね来ててね、さっきまでずっと YouTube のことやってて、まあお風呂入ってオープニング撮って寝ようということでね、じゃあもうそろそろね、まあ、オープニングここまでにして、次は明日の朝またカメラ回すんで、そしたらね美容院ね行くまでとか、そういうねところをね映していきながらね、まあ話しながらやっていきたいなと思います。じゃあね、今からねちょっと寝ていきたいと思います。おはようございます。ただいま時刻朝の8時です。あー眠いね。昨日寝たのがなんだかんだ言って、あの後ちょっとやっぱり YouTube のこと考えちゃって、なんだかんだ1時間経って、で4時ぐらい寝て、今8時なんですけど、僕ねこれで寝てるわけじゃないんで、パジャマに着替えてね寝てるんですけど、まあそのパジャマはねちょっと子供っぽすぎるんで、ちょっと着替えたんですけど、本当にめちゃくちゃ眠い。軽く朝ごはんを食べていこうかなと思ってて、僕ね今ねハマってる食べ物があって、それがね今家にあるんで、ちょっとね紹介しますね。よいしょー、これ見て、シャインマスカット、えぐない？シャインマスカットマジの大好物なんですよ僕。プーさんと蜂蜜の相性ぐらいね僕いいんですよね、マジで。これもう本当に一房食べることあるからね一日、マジでそんぐらい好きで、毎食デザートはシャインマスカット、これもう絶対。マジやばいよこれ、うまそうじゃね。いただきます。うまっ。
うますぎる。何回食べてもうまい。これがね、今日の朝ごはんなんですけど、ちょっとね、朝ニュース見たら、ニュースというかちょっと朝ね、少し携帯いじってたら、これね、ちょっとサッカーの話になるんだけど、浦和レッズっていうチームあるやん、J1 の。その浦和レッズがなんか、やばいらしくて今。サポーターが前の試合で、相手の観客とかとちょっと揉めたらしくて、試合終わりに。浦和レッズが負けてね。なんか揉めたらしくて、その後、数日経って、浦和レッズが来年の天皇杯に参加ができなくなるっていう、そういうニュースを見て、マジかと思って。だってさ、サポーター同士で喧嘩してさ、選手が出れなくなるっていうのさ、かわいそすぎないと思って。なんか、これを見て、ちょっとコロナで、なんか部活動の大会がなくなったりしたじゃないですか。それをちょっと思い出しますね。なんか行事とかがなくなったり、コロナのせいで。なんかそういうのとちょっと似てんなと思って。サポーターがさ、一番やっちゃいけないやん。だってさ、サポーターはさ、選手を応援してんだからさ、その選手をさ、プレイさせるためにさ、そういう問題はやっぱり起こさせちゃダメだよね。で、なんか浦和レッズのサポーターってすごい熱狂的なんですよ。めちゃくちゃ。それは結構有名で、浦和レッズのサポーターはすごいっていう。それでね、熱狂的すぎてね、一線超えちゃあかんすよね。それはもう、本当に。なんか浦和レッズのサポーターが相手の横断幕を剥がしに行ったりなんかしたんだって。やばくねって思うんだけど、それなんか選手がかわいそうだよね。本当に僕がその浦和レッズの選手、その時の選手だったらめちゃくちゃ怒り狂ってましたね。だって天皇杯ってすごい大会なわけよ。結構注目される大会で、それにもう来年この時点でもう参加ができなくなるっていう風に与えられるんだよ。それって結構失望的じゃない？めちゃくちゃ。いやーやばいね。僕はね、そのさっき言ったなんかコロナで部活動の大会がなくなったりっていうのはギリなかったんですけど、ギリ開催されたんですけど、僕の代はサッカー部はね、まあ練習がちょっと一時期中断っていうのもまああったんですけど、まあでも大会はやれたっていう感じだったんですけど、まあでもね、なんかその時の部活がね、ちょっと休みになりますっていう期間が与えられたの。2、3ヶ月ぐらいコロナで、でなんか学校も休校になって、それはなんか新しい感覚だったね。なんかサッカー好きで部活やりたいのに、なんか珍しい休校 で珍しく部活も、僕の部活は結構活発的な部活だったんで、オフもあんまりない部活が何ヶ月間も休みってなると、すごいなんか、いや本当は部活したいんだけど、なんか休みもらって嬉しいみたいな感覚だったね。ちょっと面白い感覚だった。喜んでいいのか喜んじゃ悪いのかみたいな。でも僕はね、そのオフだったとしても地元の友達とずっとサッカーしてたんですけど、そこは変わんなかったんですけど、珍しい感覚だったんで、すごい貴重な体験ですよね。なんか貴重って言ったらちょっと不謹慎かもしれないけど、コロナだから。でもなんかちょっと自分の人生経験ですごい貴重な体験したね、あのコロナっていうのは。そんな感じでね、まあそういう色々ちょっとまあ話したんですけど、まあちょっとね、シャインマスカットね、めちゃくちゃうまいんで、皆さんもぜひ食べてください。マルうまい、間違いない。シャインマスカットってさ、もうキラキラネームすぎない？名前からして。じゃあね、いろいろ準備して、次はね、外でね、向かってる画角に行くと思うんで、準備していきたいなって思います。みんなシャインマスカット間違いない。はい、ということでね、今このね、美容院に向かってるんですけど、ちょっとね、言うても時間があるんで、ララポートの中ちょっと涼しむわ。だからまあ、またね、入る直前になったら回します。はい、ということでね、もう時間になったんで、ちょっとね、涼しむこともできたんで、美容院で、ね、行ってきたいと思います。病院行ってきたらもうすぐ家の画角になると思うんで、はい、じゃあ行ってきたいと思います。はい、ということでこんな感じです。どうすか、今家帰ってきてね、まあそれと同時にね、髪型もね披露したんですけど、今回は普通にカットだけですね。まあオープニングでも言った通り、めちゃくちゃ前みたいにパーマかけるとかそういう感じのイメチェンじゃないんで、まあ一種のイメチェンかな。まあバッサリいったっていうことで、めちゃくちゃ切ったんですよ。もうここぐらいまであった髪がもうここもがれたし、で毛量もね、パッサパサっていう、なんていうの、この毛量もないよ、もう全然。ちょっとねセンター分け今してるんだけど、まあちょっとそれはね、ちょっと今暑くて、帰ってきたばっかりなんですごい暑くて、ちょっとねまあ分けてるんですけど、で襟足もね、まあ多少ちょっと切ったって感じかな。はい、まあそんな感じで、まあ、これとかにね、もう少し強めのパーマとかかけたらもっとかっこよさそうだなって思うんですけど、どうすかね。ちょっとね、みんなぜひね、前の方が良かったとか、パーマの時の方が良かったとか、パーマよりこっちの方がいいとかありましたら、ぜひコメント欄からちょっと言ってほしいなって思います。まあこんな感じですね。まあ過去にね、僕美容院の動画はね2本出して、これが3回目のね美容院動画ということで、まあまたね、その4つ目5つ目とかどんどんその髪切りに行くつれに出していくと思うんですけど、でまあ多少ワックスでこう固めたりしてるんでマッシュにできないんですけど、下ろしても全然いい感じの長さだったんで、動画によっては下ろしていこうかなっていうふうにもちょっと思うんで、ぜひね、まあそれもちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。いいね、なんかさっぱりしたね、やっぱりすっきりしたね、ちょっと顔周りも。まあちょっとね、みんなの声気になるね。前回は結構パーマの時は好評だったんで、今回はどうなんだっていう感じなんですけど、はい、じゃあまあそんな感じでね、今回は美容院のね一日、髪型はこんな感じでしたということで、今回の動画ね終わりたいなって思います。この前と思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらフォローお願いします。それではね、バイバイ。